あなたはつららを知っていますか？冷たく寒い冬、光り輝くつららは人間に姿を変えることがあります。雪の中で育ったつららは人間にとても興味があるのです。親しげに近づいてくる切ない氷の妖怪物語。次回、あやかし話、つらら娘をご覧くださいませ。